はい、こんばんは。2020年3月20日、春分の日です。本日は祝日なんですが、春分の日にちなんで季節変化と地球の公転と季節変化というお話をさせていただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、2020年3月20日、春分の日特別記念講、講座ということで、地球の公転と季節変化の話をいたします。それでは、まずその地球の動きを考える時の基本点なんですが、地球を客観的に、宇宙空間から見た図を、動きを考える時に、北極星にいる宇宙人ですね、北極星人が北半球を見ていることを基本に考えると分かりやすいです。これ昨日も言いました。それで、これが、北半球側から、つまり北極星人から見た地球の大雑把な動きなんですが、まず地球の公転は反時計回りなんですね。時計と反対側になります。で、自転も反時計回りですということです。で、この太陽の裏側で冬はオリオン座、おうし座がよく見えると。で、春は獅子座がよく見えると。そして、夏はサソリ座がよく見える。秋は夜の側でペガス座がよく見えるというような関係があります。それで、次に本日のテーマである地球の公転と季節変化をもうちょっと正確に見ていきたいと思うんですが、先ほどの図では地球のその自転の軸のことをあまりはっきり書かなかったんですが、地球の自転の軸を正確に書きますと、太陽の周りを、地球がぐるぐる回ってる、この面ですね。で、この面を公転面と言います。で、公転面にじゃあ垂直に回ってるかというと、実はずれてるんですね。 23.4 度、公転面の垂直面よりずれてるんです。で、この、地球の軸は、地球の公転、自転の軸は地軸というんですが、ここもうちょっと大きい地軸は北極星、これちょっと図の都合上ずれてますけど、この地軸の延長線上に北極星があるんです。だから北極の方向を示してるわけですね。で、その地軸 と、この地球の公転面の垂直の軸ですね、に対する垂直の軸は 23.4 度ずれてる。だから少し傾きながらコマが回ってるような感じです。で、ちょっとコマと違うのは、コマがくるぐる回転するときに、軸が傾いてることありますけど、コマはこうくるくる回転すると軸がこっちにぶれたりこっちにぶれたりしますね。でも地球の場合にはずっと北極星側を向いているということであることに注目してください。さて、それではもうちょっとこれを見ていきますと、公転面に対して 23.4 度、地軸がずれて、その地軸を軸に地球がくるくる回ってるんですね。で、北極と南極というのはこの地軸の上の端、上というかその北側の端と南側の端になります。で、この図における上と下の端になります。で、そのちょうど中間部分に赤道がありまして、赤道より上側を北半球、下側というか南側を南半球と言います。さて、で、日本が書いてあります。これは日本は後で、北緯35度ぐらいの位置で出てきます。さて、それで、まず春、夏、秋、冬の、時の、様子なんですが、まず全体像を見ますと、ここが冬ですね。ここが冬です。で、これが春です。で、これが夏で、これが秋です。で、一番冬の中で、日が短い日が冬至なんですが、冬至は太陽が南半球にこう真上に差す形になります。で、そうすると最も北半球の位置で光が
少なくなる、光が当たっている時間が少なくなるので非常に寒くなるんですね。で一方夏至の時はこの太陽の、直が直接入るところが北半球なんです。まあ、日本なんかも比較的、太陽が真上に近い位置になります。でこれが夏ですね、夏至になります。そしてその中間が春分と秋分、こっちが冬でこっちが夏なので、ここが春でここが秋ということになります。さてそれで、ここに大体書いてるんですが、春分と秋分、本日春分ですけど、春分と秋分というのは、どういうことかというと、昼と夜の長さがほぼ等しいということです。ただこれ実際は若干ずれがありますので完全に等しいわけじゃない。例えば、本日の日の入りは、まあ、ここに書いてありますね。日の出は5時43分、日の入りは17時52分です。でこれ千葉県千葉市の場合ですね。でそうすると、まあ昼の長さが12時間09分になります。そして夜の長さは11時間51分ということになりますが、約昼が12時間、夜が12時間というラインになります。そして今日のちょうど6ヶ月後に、現れる秋分の日ですね。秋分の日は、まあ、ここからは手で動かした方がいいかもしれないですね。秋分の日は、昼の日の出が5時28分、日の入りが17時37分ですので、昼の長さが12時間09分で、夜の長さが11時間51分ですので、やはりほぼ夜と昼の長さが12時間12時間です。それでは冬至はどうかという、冬至と夏至はどうかというと、冬至は日の出が、千葉県千葉市の場合6時45分、日の入りが16時31分、4時半にも日の入りしてしまうんですね。そうすると昼の長さはわずか9時間46分になります。で昼が10時間で夜が14時間ということになります。で夏至はどうかというと、夏至は日の出が、4時25分、もう4時半には日の出してるんですね。で日の入りが、18時59分、ほぼ午後7時まで日が出てると。でそうすると昼の長さが、14時間34分ということになります。まあ、大雑把に言うと、昼が14時間で夜が10時間ということになるんですね。でこの日照時間の違いなども暑さ寒さに大きく関係してくるわけです。ということで春分秋分というのはほぼ昼の長さと夜の長さが等しい12時間12時間の日であると、本日が、まあ、その日であるということですね。それでは次に地軸というか天球という考え方を説明していきたいんですが、北極星人、宇宙人から、見てる地球人は、まあ、こんな形になります。で、例えば日本にいるとしたら、まあ、日本は北緯35度ぐらいですけど、ここに立ってる人がいるんですね。でここ宇宙空間から見るとこう立ってるだけなんですが、この立ってる人からすると、この人にとっての地平線は、この人を中心とする平面であって、北極星側が北で、こっちが南、こっちが西、こっちが東というふうに感じているわけですね、ということです。でこの、私たち地球上に立っている人間からを中心に考える発想が天球という発想です。その天球という発想についてもう少し、まあ、これが天球なんですけどね、その観測者を中心に描いた球、今までは地球を中心に、その立ってる人を、北極星人から見て立ってる人を考えましたけど、今度はその立ってる人を中心に球を描いてみる、これがこの話ですね。それではちょっとやっぱりこれで写してみたくですね、今の図と同じなんですが、例えば日本に立っている人、まあ、千葉県民、この青い人ですね、にとっての地平線はこういう平面です。で、地軸自身が 23.4 度傾いていて、まあ、この話はまた後でいたしますが、まあ、こういう形になっている。で、北緯というのは赤道面からの35度ずれているということですね。
さてで地軸の話はややこしいのでとりあえず、本当は北極星から見ると少し、地球が傾いて、傾いた軸で回ってるんですが、まあ私たちの感覚からして、まあ、真っすぐに立ってると赤道が真横になって北極南極が真上と真下になってる形方向に直して考えますとこういうふうになります。北緯35度の千葉県民はここに立ってるわけですね。でこの千葉県民にとっての地平線がここです。ということは北極星というのは北極の、軸の地軸の真上にありますのでどうなるかというと、でここ非常に地学において数学の発想が重要なところなんですが、北緯35度というのはこれですね。これ丸で書きます。でここ90度ですよね。赤道と北極を地軸の間の角度で、そして、この35度の、まあ、反対側ですから55度というふうに足して90度というに55度という具体的な数字でも言ってもいいんですが、これは図的に発想するときには35度を丸にして、そしてもう一方×にします。で丸と×が90度だという約束を、押さえておくんですね。でそうすると実はここも実は90度なんですね。円に対する接線は、これ90度なんです。でそうするとここが90度だから、こことこう合わせて90度、これとこれ合わせて90度だから、これと合わせるものはこれ90、今度丸になるわけですね。でそうすると対頂角でここですので、そうすると、この千葉県民にとっての地平線のからの北極星の位置は35度ということになります。北緯35度の千葉県民にとっての北極星の高度は35度。つまり北緯という言葉と北極星というの高度は一致するんですね。でこれは実はこの両極端を考えてみると分かりやすいんですね。北緯90度つまり北極にいる人にとっては北極星は真上です。真上というのは高度90度ですね。で赤道にいる人、赤道というのは北緯0度ですねにとっては、北極星は地平線にあるわけですね。地平線すれすれに多分見えない、ぐらいの位置にあると。そして北緯30度の人に、北緯60度の人にとっての、北極星はやはり同じ原理ですね。ここが60度なんですが、ここが合わせて90度だからこれ30度、そうするとここが60度になりまして、対頂角で60度ですので、やはり地平線に対して高度60度ということになります。つまり結論は北緯イコール北極星の高度、北緯35度の人にとっての、北極星の高度は35度ということになります。それで次に再び、日の出日の入りをだいたい確認しておきますよ。春分と秋分は昼の長さ夜の長さが12時間、春分と秋分は12時間と約ね。そして冬至は、日本においては、まあ、大体昼の長さ10時間、夜の長さ14時間です。で、夏至は、逆です、昼の長さが、14時間で夜の長さが10時間。じゃあなぜその時間の違いが生ずるのかということなんですが、次の図を見てみましょう。で実は天球というのがありますね。まあ、これは観測者を中心にした、私たち例えば地球上に立っている人、その人を中心にした、まあ、天の球があるとすると、で地平線より下は見えないんですけど、この人より上のところが空として見えていると。で、北極星がだいたい日本だと35度ぐらいの位置にありますね。そして、北極星本当は地球が動いてるんですね。地球が動いて、私たち人間が地球の上に乗ってる人間が動いてるんですが、地球が自転してるおかげで逆に止まってるはずの星がくるくる回転しているように見えるんです。ということはこの、天の北緯というのと、その北極星のところですね
を結んだこの天の四五線というのが地軸です。地軸を周りにくるくるこの球が回転している。でそうしておくとどういう形になるかというと、あの太陽は、星の一種です。太陽は星の一種ですので、やはり天球の上をくるくる回るんですね。で天球の上をくるくる回った時に、ここの春分と秋分は昼の長さと夜の長さがちょうど等しくなる。でそのためにちょうど真東から上がって真西に落ちると、ちょうどこの昼の長さの円と、これよよ点線で書いたのが夜の長さの円のが12時間12時間で長さが等しくなります。で冬至は高度が低く、太陽高度が低くなるってことは、こう球があるんだけど、そのあこの円があるんですが、日の昼の長さこれが短いんですね。で高度も低い。で夜の長さの方が長くなっていくということになります。で夏至は逆で、これが、この昼の長さが非常に長くて夜の長さが短くなります。で、春分と秋分は真東から登って真西に落ちるわけですが、冬至は実は比較的南寄りから、まあ東といっても比較的南寄りから出まして、で南寄りにおります。だからこの間が短いから昼が短い。で実は夏至は少し北寄りから日が昇ります。そしてまた北寄りに沈むためにこの間が長い、よって夜の昼の長さが長くなるということになります。はい。それで天球のにおける太陽の日周運動というのが今言った通りなんですが、実は、夜空の星の日周運動も同じように描くことができるんですね。で太陽ほど大きくありませんので、小さな点が動いている形ですけど、まあ、ここら辺にある星は比較的早めに出て早めに入ってしまうと。でここら辺のある星は比較的長く出ているという形ですね。でそして北極星の側は、北極星の周りはこうこの周りをくるくる回転しているという形になります。ということで、まあ、天球の運動における太陽の動きと星の動きは同じであり、太陽はたまたまこの北極星側にいないので、まあこの、まあ、こう北極星の周りをぐるぐる回る形はない、ならないんですけど、他の星と同じような軌道を、ちょっと季節によって若干位置を変えながら動いていくということですね。さて、まあ北緯 35.7 度の船橋市民から見た太陽の高度ということなんですが、実は船橋も結構縦に長いので、まあ、北緯 35.7 度と私がこれ昔書いたんですが、書いた時には多分、まあ、北習志野から小室辺りを、イメージして書いたんじゃないかと思うんですが、船橋の港町辺りと 35.4 度ですね。ということで、まあ、この 35.、小数点以下あんまり気にしないでください。で、それで、まず、春分と秋分と、夏至の日というか、まあ、夏至の日が一番分かりやすいので、まず夏至の日から冬至の日から説明いたしますね。で冬至の日は太陽が南半球に直に差すという形になります。ただこれちょっとそうですね、一回理解してしまうと分かりやすい話なんですが、ちょっとイメージが しにくい話なので、これモデルを一応作ってきました。これが地球ですね。地球です。見えますでしょうか、地球。そしてこれが日本ですね。日本がありますね。で地球が太陽に対して、この図で言うと、この図で言うと、これが地軸がこっち側で、ここら辺日本がある赤道がここの位置にあるがのが、冬至ですね。で夏至はこんな感じです。夏至はこんな感じになります。それで、この図に合わせて見てもいいんですが、皆さん側が太陽、今 見てる皆さん側が太陽だと仮定して、日を照らしてやりますと、夏至の日の照り方はこんな感じですね。まあ日本列島に、まあ直じゃないけど、日本列島のほぼ
南のところに太陽が垂直に差し込む。で春分秋分は赤道面に、まあ、ちょうど、太陽の、まあ、垂直 の、 あの光が差し込むと。そして冬至の日は南半球側にむしろ太陽の、があの なんていうかね、一番 真上に来る点があるということです。でそうするとこれが冬ですね。でこれが春と秋で、これが夏ということになります。で今見ていただいたように、あの夏が日差しが強いというか、日が長くて日差しが強いというのはこの角度のイメージでもできると思うんですが、そのイメージをちょっと、見ておいていただいた上で、まあ、この図に戻ります。この図に戻ります。でさっき言ったように冬至は南半球ですね。南半球のこれが、こう傾いてるけど、これが赤道面、これが赤道面ですね。赤道面、赤道面より 23.4 度、南半球側に、太陽の垂直の光が降り注ぐと。でそして北緯 35.7 度と、この 23.4 と 35.7 度を足した角度になるので、太陽の垂直、太陽光の垂直面からすると 59.1 度の面になります。ということは、まあ、南中高度は 59.1 度、90度から 59.1 度を引いて 30.9 度ということになります。それで次に春分と秋分の日はちょうど赤道面に太陽があの垂直に入るので、ちょうど緯度の値と一緒になるんですね。はい、でここにありますように垂直面に交点面のところに光が入ります。でそうすると 35.7 度の船橋市民にとっては、この 35.7 の角度で光が、まあ、入ってくる。 でも実際の船橋市民にとっての地平線はこうなりますので、 35.7 90度から 35.7 度を引いたものになると。で最後に冬至なんですが、冬至はもともと北半球の 23.4 度あたりのところに太陽が、真上から降り注ぐ形になります。でそれから 35.7 度のところは 12.3 度ずれてるんですね、ということです。ということになりますと、まあ、まとめますと、まず春分秋分を基準に考えていただくと、35.7 を90度から引いたもの、90度から 35.7 を引いたものが、南中高度になります。で、そうするとだいたい54度ぐらい、 54.3 度ぐらいになりますね。で夏至はそれに、冬至はそれにさらに 23.4 の地軸の傾き分を、まあ、減らすんですね。そうすると54度かまた 23.4 を減らすので、30.9 度ということになります。で夏至はその 23.4 が逆に増えてくるわけですね。高さとして増えてきますので 77.7 度ということになります、ということです。ということで、その太陽の光が真上から来て、なおかつ日照時間が長くなれば夏は暑くなるということになりますね。でちなみに日の出日の入りという言葉の定義なんですが、あのこれたまにあの間違あのいや違う捉え方してる人がいるんですけど、日の出というのは日の頭が出た瞬間が日の出です。そしてこれはまあでも多くの人は大体大丈夫だと思うんですが、日の入りというのは日が完全に沈み切った時間ですので、実は太陽のこの軸中心で日の出日の入りを決めてるわけじゃないので、まあということに注意をしてくださいということですね。それではちょっと小さなネタ話というか、知っておくと面白い話がありまして、実は、太陽が南中する時刻ってだいたい12時頃ということは知ってらっしゃると思うんですが、12時ぴったりでしょうか。これは実は違うんですね。まあ、兵庫県明石市、まあ、
私の大学の友人の泉久子さんが市長をやってますけど、そのまあ、かあの兵庫県明石をもとに日本標準時を作ってますので、あの兵庫県明石においては太陽は正午に真上に来ると、南中するという形になっております。一番高い位置に来るということですね。ところが、実際はあの例えば船橋とか千葉市は東経139度なんですね。で東経135度が、明石ですので139度という2度ずれてます。そうすると正午の時刻は、まあ、明石市がちょうど12時で太陽が南中してるわけですが、実は、船橋とか千葉からするとどういうことになってるかというと、太陽は、まあ、日本からして日本の南海上をあの東から西に進んでます。まあ、東から西に進むというのはいいですね。で、それはなぜかというと、太陽が東から西に進むように見えるのは地球が実際は西から東に自転しているからです。西から東に自転しているから。で太陽があの太平洋上にあるので、日本地図をその太陽がこっち側にあるようにこういつもと逆向きに書いてあります。そうすると西から東っていうのはこういうことです。でそうすると、本来は、太陽はあのここら辺の船橋にとか千葉市に南中した時刻は少し前だったはずですね。ここら辺だったはずです。で九州で太陽が南中する時刻はもうちょっと後なんですね、ということです。じゃあどれぐらいずれてるかということなんですが、地球の、一周は、統計正規合わせて360度ですね。360度です。そして1日は60分かける24時間で1440です。で360と1440と1440を360で割ると4なんです。でそうすると1度あたり4分違うんです。1度あたり4分違うということで、緯度の差かける4分南中時刻がずれます。それでは船橋市、まあ、統計が場所によりますけど 35.4 度、北緯が 35.4 度、統計が139度ぐらいです。で船橋市の南中時刻は兵庫県明石市の135度を、基本に日本標準時を作ってますので、135度からすると4度ずれて、そうすると4度かける、4分で16分早いはず。つまり船橋では、14時45分ぐらい太陽、が一番高い位置に来るんですね。12時にはもうすでに太陽は少し西に傾いているというふうに考えてください。それが、まあ、先ほど言った若干 の, あのさっき日の出と日の入りの時刻が、実はこれは千葉県千葉市、まあ、船橋にほぼ近いところを前提にしてますので、まあ、こういう5時43分で17時52分ということになります。で、非常に大雑把に言うと、あのちょっとした誤差を無視するとだいたい春分と秋分は6時に日の出をして18時に日の入りをするというふうにだいたい押さえていただければいいと思います。それに比べて冬至は日の出は約7時ですね、そして日の入りは約、まあ、5時ということで1時間ずつ遅くなり早くなると。で夏至は、日の出が約5時、そして日の入りが約7時、まあ、19時ということで1時間ずつ早で 遅い、まあ、遅入りになると。そして春分は秋分は、まあ、冬至と一緒という、春分と一緒ということになります。で兵庫県明石市だとこれがほぼ非常に近い、値になりますので、まあ、これがちょうど約6時約18時というのがさらに千葉市の場合よりもその時刻に近い形になります。まあ、あのという形になります。はい、それでは今日本日の前半編は、これでおしまいいたしまして、また後半お会いしましょう。はい、後半はこれですね。後半は
これです。はい、ちょっと対話型の遺伝子講座をしようと思ってますので、まあよかったらご覧ください。ご清聴ありがとうございました。